はい、エミアンですよね。I love you 中年うんこブリブリってね。えー、中高年の愛、恋愛についてこの動画では少々考えつつ、また質問やコメントにお答えできたらってね。で、目の前にいらっしゃる二人は、右日本人男性67歳、左、えー、33歳美容師タイ人というね。で、えー まあね、前回の動画でもありましたが、まあ、歳の離れた、三十何個離れた恋愛どうなったみたいなね。まあ、それを少々お伝えしつつ、また質問やコメントに答えつつ、みたいなね。で、はい、その前にね、何かバリウマさんで注文しましょうと。はい。女の子はね、楽しそうにこう注文する、そういうメニュー作りに、バリウマ先生飛んでいて、 これだけでも100点満点ですよね。なんとなく食ったことねえみたいなね。ギリギリ食ったことねえっていう食い物があるんだよね。想像つく、うまそうだけど食ったことはねえなっていうね。女の子たちがそういう、それ楽しいんだろうね。メニュー見てるだけで楽しいって言うしね。で、人気はやっぱこの牡蠣、女の子はやっぱ牡蠣好きなんだね。すげえ好きみたい。 山岳民族もみんな牡蠣好き。普通の、普通の民も、死の交渉全員牡蠣が好きで。で、今、バリーマさん、1回も2回も満席で、やっぱこう、それには理由があるよな。エムヤンチの、メニューはクソ。マジでクソ。一番クソ。マジで。えー、全然謙遜じゃなし あれみたい。インベーダーゲームみたい。昔の。なんかこう。今の流行りのゲームはスマホでできるでしょ。スマホをバリューマさんだとすると、エムヤンチのメニューは、あの、昔のインベーダーゲームつか、ね、ドンキーコングとか、ああいう作りになってんでね。逆に懐かしくて、注意できずにいるんだけど、まあ、そうたくさん客来ねえだろうなって気はする。 ね、いいんだけど。えー、で、ここで忘れないうちに質問に、ってね。俺、えー、の言えない女ムカつくよね。はい、ムカつきます。ね。で、エミヤンの奥さんはどうなのえー、はい、えー、50歩100歩でございます。ね。うちの妻の場合は、俺が言えないというより、見てないっていうね。俺、お、まあここ、俺言うところだろうっていう、その、俺言うべき活動を見てないんだよね。 全然、あさっての方向見ちゃってて。うん。論パリで。うんうん、そういう、だ若い頃は、今よりもっとずっと嫌だった。うん。すっげえムカつくな、この女。絶対結婚しねえからと思ってた。エミアンが若い頃ね。うん。エッチするだけだからな、みたいなね。うんで、途中からもうエッチする気もなくなってたけど、なんかね。 うん、そしたら急に、いつまで待たせんのみたいなことで、えー、なんだっけ、あの車。あーなんだっけな、忘れちゃったあー。車の中でバッて急にパンツ脱ぎ出してね、若い子がわーっつってね、また開いて、ね、やんなさいよーみたいなね、うん。そういうお叱りも受けましたけど、若い時はとにかくうちの妻もひどかったよ。50歩、100歩。ね、うん。絶対結婚したくねえと思ったの。なんか急にムカついたきたんや昔のこと思い出して。うん はいはい、えー。そう、絶対結婚したくねえと思ったんだけど、しちゃうんだよね。不思議だよね。うん。でも、し、ま、た、あ、からには、頑張るぞってことで今もやってんだけど、ね、納得してんですかつって、その生活って。ね女に飼われたような生活ってしてねえ、つって、ね。僕は世帯収入2500万円あったやつね。そんなのはったりだよってね。えー、嘘だよって言ってくれるてりてりさんがいて、ありがとう。ね。うん、まあ、わかんないけどね。実際あるかどうかわかんないけど、少なくとも m ムヤンは、納得はしてねえよ、この生活で、ね。うん 最初から納得してねえけど、ただ結果は出さなきゃいけねえなっつって、頑張ってはいる。家族を円満にっていう頑張りはあるけど納得はしてねえよ。絶対結婚したくなかったもん、今思えば。うんね、えもっと周囲には、エミアンの若い時の写真をこの間貼らせてもらって、えー、あれだね、イケメンだねとか言ってくれてありがとうございますね、うん。イケメンでいいんだけど、当時は周囲にさ、 ほんと綺麗だなっていう女の子はたくさんいたし、バンコク、日本でもそうだけど、ね、うちの妻と結婚するなんて、ありえねえと思ってたけど、まあしちゃうんですよね。不思議とね。なんで妻を好きになったかっていうと、これまたね、素晴らしい話で、人間ってすげえなって話なんだけど、あのさ、うちの妻がもうほんと若いね、まだ子供の時に一緒に、えー デパートに買い物行ったんだね。そしたら、そのデパートのとこに英会話スクールがあって、ね、m で私ね、この英会話スクールで英語,英語勉強してんだからね、つあ、そうなのすごいね,つね、うん、つって。うん、つって、ちょっと中入ってみようよ。がん、うん、いい先生たくさんいるから挨拶してこうよ、とって。おー、いいよ、めんどくせえけど、つって。わーって中入ってって。そしたら、白人さんがたくさんいて、<laughs> Hey, what's up? つっ、ね、て。ハイタッチしたりして、ね、はじめまして、m ンです、つね で、パッて見たら、妻がいなくなってんだね。あれいねっつって、うん。で、じゃあ座ってコーヒーでも飲って満手よーっつって。なんかお茶してたら、30分ぐらい帰ってこないんだね。あれおかしいなあいつっつって。で、教室内を見て回ったら、ある一角の、うん、教室で、あいつ事業を受けてたんだよね。あれつって、あいつ事業受けてるよっつってね。これ何十分授業なのと六60分です。つってね。う,ん、うわーっつって。ね。うん で、エミアン自分の席に戻って、あいつ死んだ方がいいなって超ムカついたんだよね。その時ね。エミアン待たされるのだっけだから。普通言うじゃんってね。今から授業いて受けてくるからね、とかってさ。普通前もって言うじゃん。その時にダメだよって言うけどね、エミアンはね。なんで行くんだバカ野郎っつね。なんで待たなきゃいけねえんだよってね。言うんだけど結局ね。あいつ言わないで授業受けてんだよね。んで、ムカついたーっつってババーって自分の席に戻って、エミアン当時、 なんだろうあんまり怒んの好きじゃなかったから、あの、瞑想して気持ちを沈めようという活動に入ったんだよねで。なかなか沈まんねえんだ、こ超ムカついちゃって。ね。でも、なんかしらいいとこあるだろう、みたいなことで、妻のいいとこ、あんま知らねえんだけど、親しくねえんだけど、なんかあるよなーみたいなね、可愛い,いなーとかね、なんかいろいろこう、ね、わーって探して、その、長所を見つけて、一つずつ見つけて、あんまたくさんないんだけど、全然ないんだけど、でもなんか見つけて、それに臨場感を持たして膨らましてってね、そういうことをこう、やってんだよね、一時間ぐらい。 で、授業が終わりました、時には、エミはもうすっかり、なんだろう、妻のことをこう許せてるし、むしろ好きになってんだよね。んで、あ、お待たせ、みたいな、おぉ、なんだよお前、つって、授業受けちゃったらえつって、いいね、かっこいいね、つって、うん、そしたらまた次の授業が始まって、それも受けてんだよね、うん。あいつ死んだ方がいいって、マジで死ねって思った。今まで瞑想して、えー、心清らかになったんだけど、ね。 またそれ台無しになっちゃって。で、もっとムカついちゃって。反動で。で、またそれを、あのー、瞑想でガーって押し、押し殺して、分散させたのかしら。で、また新しいいいとこ、もう全然ないんだ。1時間くらい探した後に、いいとこってもうほとんど残ってないんだけど、それでも探して、草の根分けて、うちの妻のいいとこ探して、なんだ、なんかあるだろう、みたいな。うん、なんかあるよなぁって、探しに探して、それに臨場感を持って、 で、二時間目の授業終わった時には、もう、愛しちゃってんだよね。自家発電で。それすげえなーって。これ全然お前、ね、私、日本人のかっこいい彼氏できた後ね、モテちゃって、私すごいんだよね。ちげえからこれ。ね、エミナの自家発電だからね、つって。ね、言ってないけどね、妻にはね。おめえの力じゃねえバカ野郎、つって。俺の瞑想力だ、この野郎、つって。ね、やべえ、やべえ、動画終わっちゃう。自分の話ばっかりしちゃった。あーっとね、ま、妻は似たり寄ったり、え、ムカつきますよ、ということで、 ま、三十何個さんの恋愛の、ま、始まり始まり抱き合ってね、ってね。こんな感じで、え、次の動画でもう少し詳しく考えていきましょうね。